おっそ、おっそ、ラヒオクマル。今向きそうやってくっつぉ。今僕の字には二つの墨がある。なんだこのテンションは、俺は。壊れちまった。頭痛はまだ収まってはいないが、薬を見つめているだけで笑みがこぼれてくる。僕もおかしくなってしまったわ。ここは早速飲んでしまうべきだろうか。それとも耐えきれなくなるまで我慢するべきだろうか。もう耐えきれねえだろう。僕は薬を頼りすぎていないだろうか。選択肢。飲もう、なくなったらまたもらえばいい。やめよう、今ならまだ戻れるかもしれない。どうしよう。まなみはどうしたんだろう。これみたいですね。飲もう、なくなったらまたもらえばいい。もう、歯止めが効かなくなっていってる。おがちゃまはきっと僕の頼みを聞いてくれるだろう。せっかくもらったもっと強い薬なのだ。その効果を確かめたい。僕はパラフィンの包みを開こうとした。誰？まなみ。具合どう？相変わらずさ。そう。玄関ドアを開けるとまなみが立っていた。心配そうにまなみがつぶやいた。どうやらまなみを気遣う余裕もなくなってきたらしい。でも、岡島先生ならきっと大丈夫。まなみは安心したように言った。どうやら岡島先生は大丈夫じゃなさそうです。口ぶりからは岡島への強い信頼が伺える。確かに頼りになる医師だと思う。けれど、僕は見てしまった。あの手首の傷を。あの人、どんな人なの？僕は聞くと、まなみは目を丸くした。どんな人って？何でもいいんだ。まなみは少し考えてからぽつりとつぶやいた。岡島先生も好きだったの。好きだったって誰も。私よりもずっと前から京介さんのことが好きだった。だろうな。意外なのに私のことをずっと励ましてくれて。意外な言葉に絶句していると、まなみの目から不意に涙がこぼれた。まなみ、京介、岡島。この三人の関係を僕はなんとなく理解した。流れた涙を手のひらで拭うと、まなみは小さな巾着袋を取り出した。私、岡島先生からもらった薬は飲まなかった。あら、そうですか。その中にはパラビーに包まれた白い粉薬が入っていた。まなみは岡島に言われた通りに薬をお守りにしていたら、僕のように欲求に負けたりしなかったのだ。はあ、聞いてくれてよかった。いきなり脳天気な声が響いた。ズキン、頭が膨張したかのように痛んだ。なんだか一人だと怖くて遊びに来ちゃった。マゾトが死んだばかりだからその気持ちはわからないではない。でも選択肢です。僕に頼らないでほしい。マナミがいるのでさっさと帰ってもらおう。だったら香織も病院に行けばいい。はい、攻略画面でやっております。 CD みたいですね。スムーズに行きたいんでね。攻略画面で行きます。だったら香織も病院に行けばいい。そうだ、病院に行けばいいんだ。岡島の薬はよく効くじゃないか。いや、ダメだ。香織にあの薬のことを知られたくない。僕の分がなくなる。彼女はこのまま思い悩んで苦しめばいい。はは、そうすれば僕の気が荒れるだろう。代わりを見て少し笑っていると、まなみが間をつなげるように声をかけた。香り、上がっていい？僕、おかしくなってるわ。香りはまなみの方を見ようともしない。あまりのズーズーしさにあっけに取られた。まなみ。まるでまなみに当てつけるようでもあった。僕は思わずまなみの様子を伺った。ああ、まなみ？別に私は気にしないけど。香織がわざとらしく声を上げた。まなみは居心地悪そうに佇んでいる。こっちが気にするんだよ。少し怒った口調になる。ふーん。香織がつまらなそうに言う。ひろきくん、そんな風に言わなくても。だって、まなみ。困っているような声だった。まなみにまで嫌な思いさせるなんて。
僕はますます香織に対して腹が立ってきた。そうやってマナミのことばっかり。そんなに私が嫌？そんなことないよ。私はもう帰るところだし。香織はマナミを睨むと僕に詰め寄ってくる。マナミは慌てて香織の言葉を打ち消した。修羅場だわ。ね、いいよね。上がろっと。上がろっと。このまま僕の了解なしに部屋へと上がり込もうとした。おい、待ていい。勝手に上がるなよ。なんでダメなの？迷惑なんだよ。肩を掴んで制止した。僕はどなると香りの顔が青ざめた。今まであんなにうるさかった口が急に静かになる。私ってそんなに迷惑？かろうじて、ダメなの？ああ、メールもダメなの？かろうじて聞き取れるほどの小さな声だった。彼女の肩はかすかに震えていた。一緒にいたいって思っちゃダメなの？好きになっちゃダメなの？頼りたがっている人を、自分を待っている人を無視してはいけない。そんなようなことを岡島が言っていた気がする。しかし香織にすがりつかれてもただただ迷惑なだけだった。服、髪型、メイク、香水、甘ったるい声に媚びを売るような仕草も存在そのものが大がたい。出てってくれ。僕は香織を手で押し戻した。すると腕の中に熱い雫が落ちた。そっか、ごめんね。香織の涙だった。今まで聞いたことがないような潮らしい声だった。じゃあ帰る。もう来ないから。香織、バカ、あんな言い方ひどすぎるよ。だって香織が勝手に。香織待って。マナミが止めるもなく香織は廊下を走っていった。いつになく強い口調のマナミにうろたえる。香織の後を追いかけ、マナミは飛び出していく。ああ嫌われた。違う、二人に嫌われた。僕は誰に向かって言い訳をしているんだろう。香織か、マナミにか、それとも自分自身にか。頭がひどく痛くなってきた。もうダメだ、おしまいだ。薬を飲まなくては我慢できない。薬飲まずにはいられない。部屋に入ると明かりが消えていた。なんだよ、停電か。手探りで電灯のスイッチを押したが、オンオフを繰り返しても明るくはならない。何もかもが不愉快だった。僕はポケットから薬を取り出した。マナミは飲まずに耐えたという。京介の作った薬だから余計にお守りとして役に立ったのかもしれない。それでもすごいと思った。飲めば楽になると分かっているのに飲まにゃい。マナミの強さをしみじみと感じた。しみじみ。僕はダメだ。辛さを癒すものがあるならためらいなくそれにすがってしまう。情けない言い訳をつぶやきながらパラフィンに指をかける。その時部屋の奥から何か焦げ臭い匂いがした。しかし何も燃えている様子はない。ただ焦げた匂いだけがする。なんだか壁から熱気を感じる。よく見ると床に黒いシミのようなものがあった。なんだこれ。ギャー、何かが僕の胸ぐらを掴んでいる。僕は目を閉じた。幻覚だ。これは幻覚だ。ぐいぐいと引っ張る感触が伝わってくる。違う、これは幻覚なんだ。現実じゃないんだ。違う、そうじゃないの。おごあげやがらかとめを開いた。
大声を上げながらカット目を見開いた。僕の胸ぐらを引っ張っていたものはなかった。床も焦げてなどいない。僕は安堵に胸を撫で下ろした。すんべ様なんて、なんとか様。僕の耳元では女の声が聞こえた。これも幻聴だろう。僕はもう泣き出したい気分だった。ツンレイ様、幻聴に違いない。幻聴であってほしい。なんだか猛烈な異臭がする。脂肪が焦げていくような匂いだ。すがりつく声が鼓膜に練りつく。粘りつくか。待てよ、この言葉どっかで聞いたことがあるぞ。映画や。そうだ、映画館だ。スクリーンに映った香りが言っていた。ああ。携帯の着信音が鳴り続いている。電話？そうだ、電話に出なくちゃ。マッキーマッキー。マナミだった。僕はまだ呆然としていて、適当な受け答えしかできない。生返事をして電話を切った。だって、両方にいい顔しはいつまでもできないし。ふと携帯を握っている手が気になった。爪の色は絶望的なまでに黒くなっていた。もう、ダメだ。金曜日です。最後ですわ。ここからどうなるかな。一周目二周目と同じならメンバーの大半が消える。部屋に顔を出すと、キングを除いたメンバーが揃っていた。けど見たことは話すべきだろうか。いや、やめておこう。どうせ信じてもらえるわけがない。それに学びの前で香りと言い争ったことも引っかかっていた。二人とも表面的ないつもと変わらない様子に見える。だから、ね、余計にマナミの内心が気になってしまう。どうしたの？顔色が悪いよ。どうしたのって。別に。昨日のことを見てどうしたのって言えんの？マナミが心配そうな顔をした。ごまかすようにつぶやいた。じっとマナミが僕の顔を見つめてくる。どうしても嘘をつけそうにもない。意を決して胸の内を話すことにした。実は僕も見たんだ。見たって何を？ここから見た展開かな。本音を言えば誰かに昨日のことを聞いてもらいたかった。多分マサトやケンゴが見たのと同じ黒い女だと思う。いい加減にして。いい加減にしてくれない？そうだよ、私たちは何ともないんだから。カズコがイライラした。香りもうんざりとした。二人に相変わらず変化はない。だいたいヒロキはビジョンを飲んでないじゃない。そうなんだよね。向きになって反応した。逆効果だったわ。本気で言ってるの？和子は冷たい。本当なんだ。香りの店のスープにも。そんな、ひどいよ。あー、言っちゃった。ちょっと、香りの店まで悪く言うつもり？ああ、まあ散々昨日言ったしな。今更だろう。ああ、みんな呆れてら。でも僕が黒い女を見ているのは本当なんだ。必死になってもみんな信じてくれない。分かったよ。もういい。このとこ出て行ってやる。このとこいられるか。俺は一人で言いさせてもらうぜ。信じてもらえないぜ。マサとも同じ気持ちだったのか。選択肢、みんなも同じ症状になればいいんだ。誰も頼れないなら自分で。今回みたいな、これみたいですね。みんなも同じ症状になればいいんで。そうすれば僕の苦悩も分かってくれるはずだ。カズコもカオリもビジョンを飲んでいるんだから、じきに症状が出る。チップス見ようかな、カズコ。
家族の苦手なもの、家族にだって苦手なものもある。それはアスカと目を合わせることだ。実は彼女は幼少の頃に不審者に襲われるという事件を経験しており、その時に見た犯人の目つきが未だにトラウマなのだ。ちなみに犯人は未だに捕まっていない。関係あるのそれ。出てしまえば僕の言うことが本当だとわかるだろう。その結論に至ると少し心が軽くなった。今は何を話しても時間の無駄だ。僕は彼らを一別して物質を出た。はい、一人ぼっちの一人ぼっちの遅い昼食だからなのか、学食には僕の他に誰もいなかった。ポケットの中からお守りの薬を取り出した。その時に自分の爪を目に入る。黒色が取れないものかとガリガリと爪で削ってみる。ダメだ。全く爪に変化はない。もっと、鋭いもの。ナイフなんかで削げば、ナイフなんかで削ればどうだろう。いや、ナイフを握ってしまうともっと別のことをしそうで怖い。例えばもし、選択肢です。香りがいればためらいなく、マナミがいれば間違って、誰もいなければ僕は僕自身を、これみたいですね。誰もいなければ僕は僕自身を、例えばもし、誰もいなければ僕は僕自身を、尖った先端を胸に押し当てて、一斉に肉を突き破る感触。ここのところ、ここのところの頭痛をはるかに凌駕する激痛にのたうち回る。もう香りに惑わされることもない。煩わされるかな。頭痛に悩まされることもない。学びのことで心を痛めることもない。すべてから解放されるんだ。全部ゼロに戻せる。それは僕の望みのような気がしてきた。きっとその時が来たら迷いもないだろうという、なぜかそんな確信があった。大丈夫、大丈夫だ。自分に言い聞かせながらテーブルの上の薬を持て遊ぶ。この薬がある限り道を踏み外すわけがない。本日午後、都内で男性が焼身自殺をする事件が起きました。まただ。死亡していたのは現場近くに住む自営業山本正文さん。え、調べによりますと山本さんは可燃物をかぶって自殺を図ったとみられています。また事件前に何者かと争っていたという情報もあり、警察は事件との関連を調べています。いくら何でも焼死事件が多すぎる。んで、山本のニュース。山本ってあの山本なのか。そうか、あいつ死んだのか。もはや何が起きても驚かなくなっていた。うん、きっと山本は岡島に思いを伝えたのだろう。でもあっけなく振られたんだ。それで、よう墓なんで死んだ。あんな奴なら自分から死んだっておかしくない。おかしくないから死んだ。ほら、どこにも矛盾なんかない。きっとそうさ。またあの幻聴だ。僕はとっさに目を閉じた。再び振り返される。僕は目を閉じている。閉じているのに視界が開かれている。テーブルの向こうに人がいる。あの女だ。思い詰めた顔で僕を見つめている。両手で耳を塞いだ。やめろ。黙れ。僕はツンベイじゃない。お前なんか知らない。消えてくれ。いなくなれ。しかし、女の姿は消えなかった。背後だって透けていない。くっきりと実体を伴って、そこに女は居続ける。幻覚だ。幻覚だろ。幻覚なのになぜ消えない。まさか幻覚じゃない選択肢
なるほど。原格じゃない、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 ABCDEF まで原格じゃないに縛られてます。なんか知らんけど F って書いてあるけど、F どれも一緒じゃねえかな。まさか原格じゃないのか。女の表情が曇った。死にたい。もう限界だった。一緒に死にたい。僕は学食を飛び出した。大丈夫？死なない僕。わあ。廊下に出るなりあの女が立ち上がった。どうしたの？香りだった。うるさい。なんでこんな時に限って僕の前に現れるのだ。大丈夫。来るな。消えろ。ひどいこと言っちゃった。差し出された手を払いのきた。痛そうに手をさすりながら香りは沈んだ声でつぶやいた。ひろき。え、今の爪は幻覚だったのか。もう何が現実で何が幻覚なのかわからない。そうだよね。私と一緒にいたくないんだもんね。僕は選択し、香りに謝ることにした。香りに当たり散らかした。無言で香りを睨みつけた。これみたいです。香りを睨みつけた。香りが恨みそうな目を向けてくる。でもこいつ僕にビジョンを持ってくるような悪いやつなんだよ。分かってるから何だって言うんだろう。分かっていれば許されるというものではない。大体一緒にいたくないのが分かってるなら話しかけないのが相手に対する優しさだ。じっとも懲りない。そういう当たつけのような言い方にも気に障るっていうのがどうしてわからないんだろう。一緒にいられないなら一緒に死ね。わお。香りの声とあの女の声がユニゾンで響いた。興味知るぜ。目の前にいるのは誰だ。本当に香りなのか。さっきのあの女じゃないのか。香りは思い詰めた顔をして僕を見る。その顔が白くぼやけるとあの女へと変わっていった。声も顔も幾度もなく入れ替わる。ドライフラワー。香りに女に、そしてまた香りにまた女に。やめろ。黙れ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 。こんな幻覚は力で消し去ってやる。僕は女の首に手をかけた。指先に力を込めると女の顔は香りに戻った。あばー。香りの口からうなり声が漏れた。もう女の顔には戻らない。代わりに香りの顔色が赤黒く染まっていく。我に返って手を離した。香りは力なく僕の足元に崩れ落ちた。声にならない。喉を鳴らして音のようなものを発するのが精一杯だった。僕には香りの精子を確かめる余裕などなかった。どうにかしないと。このままじゃいけない。何とかしないといけない。とにかくこのおかしな幻覚から逃れなくては。僕は全力でその場から逃げた。乱れた呼吸が収まる気配は一向にない。全身の疲労が正常な判断を邪魔している。そうだ、鍵をかけなくちゃ。シリンダー状のつまみをひねる。カチンという音がしてもまだ足りない気がした。もっとひねる。もっと強くひねる。これだけでは足りないとチェーンロックもかけた。薬だ、とにかく薬だ。僕はお守りを取り出した。
我慢に我慢を重ねた。今こそこの薬に頼る時だ。おかちゃんは今までのものより強い薬だと言っていた。確かに黒い粒の分量が増えているような気がする。パラフィンをちぎり粉末を口に含んだ。口に含んでいられないほどの苦さだった。思わず咳込んで薬を吐き散らしてしまった。畜生、なんてことだ。正確な薬が、貴重な薬が。こんなヘマをやって涙が出てくる。僕は選択肢、涙を飲んで薬を諦めることにした。無性に怒りがこみ上げて床を殴った。泣きながら這いつくばって薬を舐めた。これみたいですね。泣きながら這いつくばって薬を舐めた。床はザラザラしている。そのザラザラしたものが下にまとわりつく。散らばってしまった粉末は量が少なくて苦味もそう辛くはない。これでは足りない。これでは効果がない。もう一個、もう一個。僕は残る一つの炭に手をかけた。とにかく飲むんだ。飲み込むんだ。再び薬を口に含む。またも強烈な苦味が口の中に広がった。蛇口に口をつけ、大量の水で流し込む。しかし、飲んでも飲んでも苦味が取れない。リッチの脇に転がっていた調味料入れを漁った。めったに使わない砂糖を口の中に押し込む。それでも苦味が緩和されることはない。異常だ。いくらなんでもこの苦さは異常だ。携帯のディスプレイにはマナミと表示されている。もしもし。もしもし、ひろきくん。あれ？ひろきくんって。マナミの声が遠くに聞こえる。なんだこれ。どうなっているんだ。ひろきくん、ケンゴくんが死んじゃったのよ。マナミが何を言っているのか一向に頭の中に入ってこない。薬の影響なのだろうか。仕方なく自分の方を思いっきり叩いた。それでようやく意識が覚醒した。ごめん、マナミ。大丈夫？聞こえてる？どうしたの？なぜだかマナミは涙声だった。電話の向こうで大きく息を吸う音が聞こえた。死んだ。神妙な口調に息を呑んだ。悪い状態みたいな言葉なのに僕は真実として受け取っていた。そうか。それじゃあ次は僕の番かな。ラリッと薄い笑いが聞こえたのだろうか。お願いしっかりして、まだ続きがあるの。マナミが必死な声を上げる。続きがある？これ以上悪い冗談みたいな話を聞かせてくれるのか。マナミは本当に人が悪い。岡島先生の薬、成分が分かったの。そういえばアスカに調べてもらうために僕の大事な薬を持って行ったっけ。あの薬とビジョンは同じものだったの。やっぱり。なんだそれ、お守りとビジョンが同じもの。そんなことあるわけが。信じられないでいる僕にマナミは二つとも原料が今引き草だと告げた。確かに、オガジャマ委員の地下には今引き草が生い茂っていた。まさかそれじゃ。僕が飲んでいた薬はビジョンそのものだったというのか。それと、黒い粒の正体も分かったの。あの苦い黒い粒のことか。確か、マナミの分には入っていなかったそうだけど。血ってなんだよ。いきなり吐き気がこみ上げてきた。